こんにちは。熱意あふれる動画でしたね。あとね、何を言えば、ちょっと表情をね、明るくするといいかと思います。ちょっとね、怒ってる感じにも見えますんで、えー、やっぱり表情っていうのは人の気持ちを誘い込むのに非常に重要になってきますんで、そちらの方もね、ちょっと考えていただければと思います。えー、そしてですね、今回、卓見の試験を合格するために頑張りましょうということだったんですけども、実際に卓見の試験に合格したら、どんな世界が待っているのかってことを、 まあ、聞きたいなと思う方は当然多いと思うんですよ。試験に合格して、それが目的で終わりってことはないと思うんですね。宅建の資格、宅建の資格を取って、それを活かして。何か夢のある暮らしとか、豊かな生活とか。ああ、ね、何かこう、なんですかね、ほにもいろいろとあると思うんですけども、素晴らしい仕事とかね。例えば、今回。私の指導で宅建の試験を合格すると。私のようになりますよ。っていう風なね。自分自身の実績なり。 私の指導によって合格した人がこれだけいますよみたいな実績なりがあると非常に伝わりやすいと思いますけどもその辺はいかがでしょうか多分ですねあのいろんな学習塾とかがありますし即下、まあ、塾も即下塾でねあのビジネス塾なんですけども実績を打ち出すことがきっとですね塾選びのものすごく大きなポイントになると思うんですよね例えば自分自身私のようにお金の不自由がなくなりますとかね 隠居生活ををしして、て、自由な暮らしを送って家族のためにいろんなことができるそして人助けもできるでお金に困ってないんで例えば塾費用をねものすごく安く入塾させることもできるみたいなこととかね <laughs> まあ手前味噌であれなんですけども、まあ、とにかく今回ね、えー、お伝えしたいのは「宅犬の資格を取ってどんな世界が待ってるのか」っていうふうなことを具体的に実績としてお伝えすることによってそのモチベーションを高めていくことです。 世のの中には、たくさんの宅建合格塾があります。例えば大英なんとかシステムってのがありますよね。で u キャンっていうのもあります。いろんな大手の資格合格塾がある中でなんで私の指導がいいのか。ここについてお話しできるとお客様がね、これを塾を選ぶとき指導者を選ぶときのポイントになると思うんですよ。この辺はいかがでしょうか。私の指導はどんなメリットがあるのか。例えば、 私の指導を受けると、こんなメリットがあります。3つあります。みたいな感じで答えれるといいのかなと思いますし、私の指導によって一発合格した人が、これだけいますとかっていう実績をもしあればね、そういうのを打ち出すのもいいですし、そういうのが何もない場合は、私のような暮らしになりますよと。と私の暮らしは、達見合格してものすごく豊かでね、平和で羨ましいですよ。みたいな感じで、えー、まあ、やるのもいいかなと思います。これはね、例えばね、あのー、 まあなんて言うんですかね昔から情報商材っていうのがありましてタワーマンションでねこうワインを片手にフェラーリとか乗ってねビジネスで成功したらこんな暮らしが待ってるんです毎日素晴らしい仲間とパーティーいろんな女性と出会って知り合って家族にもいっぱいお金を不自由かけることなく渡すことができるし何よりも時間的な自由もたくさんあります私のビジネススクールに来ませんかみたいなのよくあると思いますけどもあれと同じパターンですよね 結局試験を受けててて合格したらどんな未来が待っっるのかってこととを伝えるここが大事になってきますこれが1点目2点目はたくさんある合格塾の中で何で私を選んだ方がいいのかというふうな他者との差別化をこれをね2点目のポイントとしてお話しできるといいかなと思いますで3点目実績があれば実績を出したりいいですね私の指導によってこんな素晴らしい未来をつかんだ人がいますよということですよね えー、最後にねちょっと最近の例で手前味噌なんですけども私の速課塾を運営して、えー、8年9年になるんですけども2013年からなんでね第1期生の一番の成功者はあ現在ですね、えー、広島の駅ビルの中広島駅の構内の中のねグランクロスタワーっていう新築マンションに自分のビジネスオフィスを出すまでになってきましたこれはねネオ FP 藤井聡っていうんですけども検索してもねすぐ出てくると思いますけどもまあ彼はね サラリーマンでいながら、サラリーマンをしながらですよ。ネットビジネスも成功して、ものすごく莫大稼いでですねで。最近家を買いました。で、私と一緒に会社もやってますし、彼の会社もあります。毎日のように自由な暮らしを豊かに送ってですね。えー、今、彼39になるみたいですけども、もう人生を謳歌している状態ですね、うん。もう本当にね、年収たるや相当なものでございます。金額はここではちょっと言えないんですけども、まあ、年収1000万なんてレベルじゃなくてね、 私の即果塾の中での一番の成功者は彼かなと思います。やっぱり誠実にやることがね大事になってきますので、そういう意味では即果塾の中にはマインドセットって言って、どうやって世の中のためになるか、人の役に立ちながらお金もいただくような、そんなビジネススタイルを貫くことを指導しております。 まあ、彼のレベルっていうのは、ね、結構ね、ハイクラスな指導になってきましたんで、一般的な速化塾というものの中ではちょっとね、できないんですけども、一般で販売している現行の速化塾をクリアした方には、速化塾のプレミアムコース、ダイヤモンドコース、エグゼクティブコースみたいなのもありますんで、そちらの方はちょっと受講料も高いんですけども、やっぱり年収でね、何千万とか、それから、あの、障害資産を数億円稼いでいくっていう道が迫っております。ちょっと宣伝っぽくなりましたけどもね、えー、よろしかったでしょうか。まあ、こんな形でね、あのー、 自分の実績、自分から指導を受けるとこうなるよっていうのがあるともっといいかなと思います。えー、具体的、より具体的になると多くの人の目を向くと思いますんでね、えー、その辺も加味して、これから無料コンテンツ量産することをお勧めいたします。それでは今回は以上です。